はい、皆さんお疲れ様です。今日ちょっと遅くなっちゃった。いつも前回ちょっと狭いところ撮ったんですけど、ちょっとね、夜で雨、どんな感じで映るかちょっとね、映していきたいと思います。で、左手ね、これカメラだと少し明るくね、携帯カメラ明るくなってるんですけど、肉眼だと左側はほとんど見えません。これあでもカメラあれなんだな、そう考えると今チラチラ見てますけど、性能いいんだななんて思いつつ、よいしょ、走っています。で、まあスピードも30キロぐらいしかちょっと怖くて出せないですね。左手が全然、時々こう街灯があるところは見えるんですが、全然見えてません。で、右側もこういう時はね、もう左側はちょっと当てにならないので、まあセンターラインで、あ、止まれるか、よし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 、うっと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 、なんとか電線止まれたまあね、ちょっとね、右寄りにもうちょっと気持ち、左いつもよかもっと右寄り線踏むか踏まないかぐらいで走っていて、でなおかつね、まあ対向車来たら左寄るしかないんでね、それで当てにして走ってます。左側がもうどの程度かもう輪郭がもうね、ほとんどねつかめないので、はい、でしょ、輪郭がもうほとんど左側の輪郭つかめないんで、木の枝とかね出てるところが全く分かんないですよ。だから勘で走ってるんで、こういう時やっぱり大変ですよね。まあありがちなのはね、まあ自分もまあ最近はないですけどね、前はね、夜中に地方付けなんて時もライト付けなんてこともありますから、そう考えるとやっぱりこんなようなところは散々走ったんですよね。うん、だからちょっと緊張して走ってます。であとは自転車とか、まあまあここサイクリングコースとかあるし、雨降ってるから自転車いないと思うんだけどな。なんでね、左側これ気をつけてないとね、本当に自転車とかバイクとかいうと、まあバイクはねライトつくからまだいいですけど、もし万が一人とかね、ちょっと道路出ていたらちょっと怖いなぁなんて思いつつ走っています。で、まあ確実に前方からヘッドライト見てね、来ないようだったらもうセンターライン割って、まあ、本当はいけないんですけどね、厳密に言うとあんまりこう黄色いセンターが割っちゃいけないんですけども、でも左手見てね、やっぱり危険だと思ったら、まあある程度来ない時はある程度しょうがないんでね、右寄りで走ってます。もう左の輪郭がもうほとんど木が真っ暗なんでね、まあ、一応ガイドついてるんですけど、こう枝がかぶっちゃってるから、ところどころしか見えないんですよね。木の輪郭が見えないん で、 であまり寄せすぎ、寄せすぎちゃうとね、ミラーバーンと当ててね、割ってしまったりとかしてしまうんでね、ちょっと恐る恐る走っていますが、まあリスク的にはね、いないときはもうしょうがないから真ん中側走るしか手ないですよね。あんまり左寄せすぎちゃってね、見えないところに行ってくると、で木なんかもはっきりともう真っ暗になって、これまだねカメラだからね画質あれして見えてますけど、人間の目だと見えないですか。これ左側が真っ暗見えます。枝見えないですよね。これ今ねちょっとギリギリ枝なんでね、そんな感じになっちゃうので、まあ、夜こういうところを走る時はね、まあ、対向車来てる時はもうスピードを落とすしかないですけど、ちょっと後ろ引っ張り気味になっちゃってるけど。ね、本来なら40キロ道路なんですけど、ちょっと40キロ、動体視力でね、スピード出てっちゃうと、どうしても視野狭くなってっちゃうから、スピードが上がれば上がるだけね、左側のこう確認が遅くなってしまうんでね、まあ、ある程度無理せず、出さず、スピード出さずにね、行くしかないですね。で、自分なんかね、箱、ウィングトレーラーなんでね、もし万が一、枝とか表紙とか開けちゃうと、場合によっちゃ穴開けちゃいますからね、まあ、他の動画でもちょっとお話ししましたけど、あとはね、こう今一瞬分かりました。下から対向車来てヘッドライト当たってきたんですけど、結局その瞬間ね、現行車見えなくなっちゃう、光でね、左側がこう膨らんで見えなくなっちゃったりとかするんでね、だからそこも含めてね、あまり左寄せすぎないように、で下っ側もちょっと見えないんでね、ちょっと慎重に走ってますけどね。よいしょ、そんな感じで対向車来たら速度落として、寄れる範囲で、見える範囲で左寄るしかないですけどね。あとは荷物も積んでますからね、無理して走ってもダメなんで、まあ、こういう時はねもう割り切ってね、ある程度速度落としてね行
くしかないと思うんでね、まあ、雨ですからね、あの路面のリスクとかそういうのもありますからね、まあ、そんなとこも含めてね、あのもしこういうようなところを、まあまあ、いろいろ見たら走ると思いますってか、ドライバーさんやるとなるとどうしてもこういうところ走らなきゃいけないことって出てきますから、なのでね、左は気をつけて走るしか手ないんでね、まあ、無理せず無理に左に寄せてしまうのではなくてね、対向車いないときは右側走って、で対向車必ず注意して対向車来る前にね、左側に寄せるみたいな、その寄せるときにね気をつけないと、枝、左側枝ぶりとかそういうの見えないですし、場合によってはね、あの標識とかそういうのありますから、危ないな、原チャリだったかなね、ああいうの来るとドキッとするんでしょうけどね、右か黄色い線なんてね、基本的にまた上げないんで、まあ、ちょっと俺があんまりスピード出せなかったからしびれ切らして行っちゃったんだろうけど、やっぱりあれはあれで危ないですからね、まあそんな感じで、あれはでも左側もし原チャリね、あの左側もし自分の左側なんか抜けてこられると、それはそれでまた真っ暗で見えないですからね、そういうところも含めてね、あの注意して走ってください。まあパッと見ね、あの前回ここ狭いところ走る動画上げましたけど、こういう感じで見ててね、夜だとこんな感じになりますんでね、なかなかこういう光景ってちょっと見れないかななんて思います。一応ね、タイヤライトなんかもつけてますけど、もう左折するとき見るぐらいでも直線で走ってるときはほとんど当てになりませんからね、まあそんな感じでね、あの気をつけて走ってくださいね。なかなかこういうところをこういう時間帯に走る、まあこの走行来る人はね結構みんなこの時間走ってるんですけどね、専属の人なんかみんな帰ってくるんだろうけど、あとまあこれ土手側どうなんだろう、土手側もちょっと怖いと思うんだよな。こっち側まだね、左手まだ街灯あるからいいんですけど、土手側なんか全く街灯も何もないですからね、土手ですからね完全なね。で前の動画でちょっとちらっと見せましたけど、ここ土手の縁石が通常の縁石よりもちょっと高いんですよ、寄せがね。だからそうしちゃうと今度寄せすぎちゃうとタイヤ当てちゃう、タイヤ当てちゃうと側面当てちゃうとタイヤ一発でダメにしちゃいますから、あの縁石もね、なるべく当てないようにといっても、トレーラーだとどうしても曲がりきんないから当てちゃうと後ろのタイヤなんか結構当てちゃってるんですけど、基本的には極力当てないようにして走らないと、側面のタイヤなんかダメになって切れちゃうと思う、タイヤそれでパーになっちゃいますからね。であとは最近の車はもう重量取るためにアルミホイール入ってますから、アルミホイールアルミホイールを入ってますんで、まあね、傷になっちゃいますからね、で後ろのホイールなんか当てちゃうとそれこそタイヤそれでダメにしちゃいますから、だからマージン取って、対向車来たら、無理せず寄せるみたいな感じにして、なるべく通常の状態、なんて言ったらいいのかな、左寄りに走ってないつもりでも、やっぱりね、一瞬パッとあれした時、左寄っちゃうんですよ。人間の心理的にね。だその時にやっぱりホイールガリっちゃったり、最終的にホイール当ててね、要はタイヤバーストさせちゃったりとかしちゃいますよ。低所なんか特にそうですからね。縁石気をつけて走ってください。結構見えないでしょ、この中に。まあ、今もちょっと信号停車して、こうやって乗車が何台か止まってるとね、輪郭見えるけど、やっぱり車の輪郭なんかも結構これで見えないんでね、この先ちょっと2車線、右折するのに2車線になりますけど、これはやっぱ抜けるとき気をつけないと、しっかり見てね、やっていかないといけないんで、これだけね、広いところで、街中の街灯あるところなんかそんな感じしませんけどね、やっぱり暗いところ走ってるとね、こういう感じで視覚的に感じられますんでね、皆さん気をつけてください。乗用車もそうですよ、乗用車も寄せちゃうとダメですからね、アルミホイールなんかやっちゃうとアルミガリガリってタイヤパーなんてことありますから、特に扁平のタイヤなんかやっちゃダメですけどね、よいしょ、まあ、そんなとこも含めてね、こういうところはなるべく対向車来ないうちはセンターライン、対向車来たらちょっと左寄るような感じでね、左寄るときは速度出したまんま寄らず、ある程度減速して様子見て寄らないと、なんかボディぶつけたりヒットしちゃいますからね、これだけ輪郭上見えないんでね、まあ、あとここ、おーおー滑った、あとは雨の日ああいうの気をつけてくださいね、橋の継ぎ目、ちょっと話今出てきちゃったから言いますけど、橋の継ぎ目もやっぱりダーンと滑りますからね、この
板部分があるからね、どうしても危ないんでね、そこも含めてね気をつけて運転してください。雨だとやっぱ危険ですからね、注意したい。特に狭いところは、まあ今ちょっと話しましたけど、こんな感じでね、スピード落として、センターライン沿いで対向車が来た時左に寄るみたいな段取りで走っていかないと、危険なんでね、そういうことしてください。まあ、ちょっとね今ねこんな時間に、こんな時間ってまだ7時半なんだけど、まあ、こんな時間にあそこ狭いところちょっと通ったんでね、まあちょっと具体的に見てもらうと分かるかなと思ってちょっと動画撮影してきました。はい、今日の動画参考になったと思う方は動画の方とチャンネル登録よろしくお願いします。まあ、夜と雨はね本当に視界奪いますから、本当にこれで通常の夜だとまだ見えますけど、雨だと余計見えないですからね、路面の中今光ってるの分かりますよ、光っちゃうと余計見えないことがありますからね、まあ、そんなとこも含めてね気をつけて運転してください。はい、じゃあこの後運転される方安全運転でよろしくお願いします。それでは皆さんご安全にお疲れ様です。